はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、日産限定トミカフェアレディ Z ニスモブリリアントホワイトパールです。はい、しっかり見ていきます。このトミカは先日の日産オンラインでの限定発売のトミカだね。フェアレディ Z ニスモブリリアントホワイトパールです。で、フロントはこんな感じだね。日産のエンブレムがあってニスモっていうのがプリントされてます。で、エアロのこういう下のスポイラーの部分もレッドに塗装されててかっこいいね。で、ヘッドライトはシルバーの塗装です。で、ルーフの部分とかには特にプリントはないね。で、横から見るとこんな感じだね。 Z のロゴがプリントされてて、ドアノブもシルバーで塗装されてます。ちょっと見づらいけど、この下の方のエアロの部分にもレッドのラインが入ってるね。で、後ろの方はこんな感じだね。日産のロゴとニスもフェアレディ Z ってプリントされてます。このリアフォグとかもかっこいいね。で、このニスモの形になると、このリアのこのエアロの部分とかもすごく複雑な形でかっこいいです。で、運転席側の側面はこんな感じだね。で、タイヤはサスペンションがついてます。あとはドアの開閉がついてるね。で、裏の部分は日産フェアレディ Z ニスモ2016年のナンバー61番のシャシーになってます。で、内装の方もしっかり作られてるね。運転席はこんな感じだね。ちゃんとシートもバケットシートになってるね。で、ボディカラーはブリリアントホワイトパールだね。ホワイトの中に細かなラメが入って綺麗です。で、日産フェアレディ Z って言ったらトミカイベントモデルだね。ナンバー3番です。ちょっとこれを比較用で見てみたいと思います。で、このモデルがフェアレディ Z ニスモのイベントモデルの方だね。ちょっと比べてみます。こっちのモデルがイベントモデルだね。で、こちらが日産のブリリアントホワイトパールだね。こうやって見るとボディカラーはほとんど同じように見えるけどね。微妙に違うのかな。こうやってフロント部分比べてみると同じように見えるけどね。だけど微妙にここのエンブレムが違うね。日産限定の方にはここにニスモって小さくプリントがあって、イベントモデルの方にはここにはニスモってプリントされてないね。でもエアロとかこの辺りの形は一緒だね。で、側面比べてみるとこんな感じだね。イベントモデルで日産限定の方だね。大きな違いはって言ったら、ここのドアノブがシルバーで塗装されてある方が日産限定の方だね。イベントモデルはホワイトのままだね。でも形はこの側面も同じになります。で、リアの方比べてみると形は同じだね。で、日産限定の方はストップランプの方がここにレッドで塗装されてあるね。で、あとブレーキランプのところもレッドの上にシルバーの塗装がされてあります。だけどイベントモデルの方はここにトミカイベントモデルってプリントされてるね。結構この辺リア周りはデザインが違うね。で、運転席側の側面はこんな感じだね。日産限定で下の方がイベントモデルです。やっぱりこのドアノブの塗装の違いなのかな。で、内装を比べてみるとどちらのモデルも内装は同じなのかな。ちょっと区別がつかないです。で、シャーシの方も同じだね。日産フェアレディ Z 2016年のナンバー61番のシャーシだね。こっちがイベントモデルで、こっちが日産限定です。箱の方は正面のパッケージにフェアレディ Z のイラストはね、ニスモってプリントされてるよね。で、側面はフェアレディ Z ニスモカラーブリリアントホワイトパールってここにプリントされてるね。で、後ろの方は発売元日産株式会社になってます。はい、今日は日産限定のフェアレディ Z ニスモブリリアントホワイトパール紹介しました。で、このモデルは先日日産オンラインで発売されたトミカだね。すごく人気あって即完売って、そんな感じだったね。で、なんでこんなに人気なのかなと思ったら、このブリリアントホワイトパールっていうフェアレディ Z ニスモって実車でも発売されてるんだね。
で日産のホームページ見ると実車の方が出てるね。フェアレディ Z ニスモ、これだね。で実車の方ではボディカラーが4色あるんだね。でこのモデルをこれから手に入れようとしてももう完売状態だから、やっぱりオークションとか見ていかないといけないかな。結構これも高値になってるので注意してください。でもこの日産限定のトミカと全く同じじゃないけど、このイベントモデルの方もよく似てたね。この日産限定のフェアレディ Z はもう完売だけど、このトミカイベントモデルの方はまたトミカ博とかで買えるよね。全く同じデザインじゃないけど、まあよく似てるといえばよく似てるかなと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。